いいな、それ出したかったな、はい、僕もそれでお願いします。なんでそんなちょっと今日の乾さん切れ味がだいぶ。はい、どうも、河村です。どうです。ゆいです。ちがです。本日の企画は吠える文豪名文推測バトル。おお、超える文豪なんだ。そう、皆さんには文豪を超えてもらわないといけない。そうだ、ね、目標はね、目標は高く。ということで、この企画なんですが、小説の一節や随筆などから抜粋した名文を一部を空欄にした状態で皆さんに出題します。はい、皆さんにはその空欄に入る言葉を推測して答えてもらいます。ぜひ自分だったらこう書くかなっていうのを考えて回答してもらいたいと思います。当てる企画じゃなくて、なぜかというと当たらんのよ。あドンピシャで当てるより超える方がね、ちょっと楽かもしれないな。なるほどね。この企画最後には今日の文豪を決めたいと思いますので、そのつもりでお願いします。お、今日の文豪は川村さんから決めていただきます。そう、これはね、主観で決めざるを得ないので私が責任を持って決めさせていただきます。自分のことを今日の文豪にしてもいいってことですよね。はい、主観で、あんまりひどかったらね。あんまりひどかったら。ちなみに今までの今日の文豪どなたか川村さん覚えてます？うん、まあ夏目漱石と宮沢賢治ですね。おお、その通年の文豪それ。そうだから10分くらいの動画見て、やっぱり文豪だったらという確認をして。クイズノックから文豪が出る日を目指して頑張っていきたいと思います。はい、うん、よし。まずは谷崎潤一郎市政からの出題です。主人公清吉の視点で入れ墨や身体に対するフェティシズムを耽美的に描いたこの作品は、谷崎潤一郎が文壇に認められるきっかけになった一作でした。次の文章は舞台となる時代背景の説明となる冒頭の一文です。おお、それはまだ人々が愚かというほにゃららを持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。こちらほにゃららに入る言葉をお考えください。なるほど。どう、いやこの文章は見たことがあるので、今クイズプレイヤー川村くんも困ってる。こちらの小説の時代背景が江戸時代なんですね。江戸時代を舞台にされていて、まだその人々が愚かっていう、そのいけ悪いように思えるけど何かを持っていて良かったよねみたいな、そのプラスに逆に捉えるうん部分ですが、ここで言う今っていうのは江戸時代のこと、この小説が書かれた時代で、それが江戸時代ってこと。それがそうですね。江戸時代は愚かというようなのを持っていたってことね。そうですね、はいはい、さあ難しい1問目だったと思うんですが、答え発表していきましょうか。ミネさんお願いします。はい、それはまだ人々が愚かという人の良さを持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。おお、優しいみたいな意味。本当はなんか個人最適なことを考えたら、うん、他人のことなんて気にせずに、ね、自分の利益だけ求めたらいいはずで、うん、それで考えたら、うん、そんな雰囲気がありそう。確かに確かに。明治維新、富国強兵みたいな、はいはいはい、な中で、まあ、江戸時代って、まあのんびりしててそれを愚かな感じがするけど、今からすると、うん、まあ、それ良かったね。いや、いい回答だ。朝添えじゃない。朝添えの人と違う人が出る。頭文字が指定されてたら、ああ、よくない。では次、ノブさんお願いします。はい、それはまだ人々が愚かという役割を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。おお、ということにしました。江戸時代と違って明治になってからみたいなことで、結構いろんな、まあ、いわゆるその武士がみたいな、百姓がみたいな、その元々生まれながらにしてあった役割みたいなものがどんどんなんかなくなってきた時代かなと思っていて、一見人々が自由に生活できて良いように見えて、その役割って愚かだったよねって言っているけど、それは実はそのお互いがお互いの領域を侵犯し合って、実は全体的に見ると不幸になっているんじゃないかみたいなことを、もしかしたら言ってるのかもと思って、僕は役割という表現しました。なるほど、なるほどね。文の後ろの部分に綺麗につながりますね。そうですね、確かに。二人とも歴史得意じゃん。プロセスは似てたね。うん、そうそう、思考のプロセスは結構似てる。最後、川村さんお願いします。はい、一旦クイズプレイヤー川村行って。2回とは2回とは2回、なんかね、これは記憶から持ってきたやつです。はい、人々が愚かという美徳を持っていて、ほーみたいなことが入っだよなーっていうのがすごく邪魔してくるんだよ。はい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 、超えろってなった。はい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 、次本命ね。本命ね。今回は作家川村さんの方が、ね、はいはいはい、はい、それはまだ人々が愚かという
柔らかい骨を持っていて、世の中が今のように激しく染み合わない自分であった。おお、名作でありたいはずなので、小説は。確かに確かに。一文ではこう、かましに来るんじゃないか、ということで、今の人々は、愚かを持っていないので、きしみ合ってるっていうことは、うん、まあ、潤滑油ですよね。なるほど。潤滑油周りのこと、うん、ぐる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 、グルコサミン、軟骨。あいいものとして愚かを扱ってるっていう中で、うんうんうん、そこまでディスり散らかさないと思って、まあ、骨っていう言葉を使いつつ、柔らかいで緩めつつ、このくらいにしようかなっていう。なるほど。谷崎っぽさもあるかもしれないですね。身体の表現とかすごく多いんですよ、やっぱり。うん、では、谷崎潤一郎がどう書いたのか、回答を見ていきましょう。はい。それはまだ人々が愚かという尊い徳を持っていて、世の中が今のように激しくきしみ合わない自分であった。なるほど。なるほど。まあ美徳、徳、微妙に外すのよ。でもやっぱり河村さん触れたことあったんですね。うん、考え方は乾が一番近いかな。書いていること的には。そうですね。なんなら私乾さんの方がちょっとしっくりきたかもしれないですね。なんかその愚かさとすごくなんかしっくりくるというか。志賀さんが選ぶ今日の文法ということで、はい、いやまだわかんないからまだこれからね、こちらの谷崎潤一郎の姿勢という作品なんですが、雑誌に今何作か谷崎潤一郎が書いていた時にこの作品を掲載したことによって文壇から認められるきっかけになった作品というか、なるほど。これを今読むとなんかその谷崎潤一郎の要素めっちゃ詰まってるなみたいになる作品。次の問題は梶井元次郎の冬の日からの出題です。あレモンの人。レモンの人。グレスケンシと梶井元次郎しか言わないやつ。冬の日は主人公のたかしの結核の病状に対する絶望と、まあ、冬の情景を描いた作品です。次の文章は物語の冒頭、たかしが感じている絶望を表した一節です。たかしはこの頃生きる熱意をまるで感じなくなっていた。一日一日がほにゃらら。そしてうちに住むべきところをなくした魂は常に外界へ逃れようと焦っていた。なるほど。なるほどね。あなただったら病気を抱えてその鬱屈とした日々を送る絶望の心情っていうものをここに書き出してどう書きますかという問題です。安直な答えは何個でもある気がするけど、そうもう超えろっつってるから、そうしましたら回答の発表を乾さんからお願いします。はい。一日一日が体の内に影を落とす、うん、熱意がなくなった、だから冷たい感じ、うん、影が落ちてその日が当たらなくなって冷たくなったみたいなのとか、でも住むべきところなくしたんだけど出て行っちゃってはないっていう、日が当たんなくても住んでられないって思ってるだけみたいなことなのかなっていうとこですね。あとこれだけ言わせてほしいのは、最後の落とすにしたのは前の文とその次の文がいたってなってて、2文目も最初落としていたとかにしようかなと思ったんですけど、いたいたいたはちょっと嫌だなと思って、僕の感性的にはちょっとそこずらしたいなっていう、こここだわりポイントです、はい、では続いてのぶさんお願いします。はい。一日一日が私を愛する人のために流れる。ほうほう。自分としてはもう死んでもいいなって思っているけど、家族、友人、知人は生きてほしいと思っているっていう状況ってあると思っていて、そのギャップを捉えてるのかなっていうふうに考えていて、日々時間は流れていくけどこの時間も自分のためのものじゃないよ。そう、もはやもう自分のものではなくて他人が見る自分のためにある時間みたいな風に思うのかなという風なことを想像して、こんなような形にしてみました。なるほど。最後川村さんお願いします。いや喉が善人すぎるな。はい。一日一日が泥のように垂れていった。おー、なるほど。後で魂の話をしたい気がしていて、自分では上手いんだけれどもあんまり装飾過敏にならない方が魂の方に入ってきていやすいんかなと思ったんですよね、うんうんうん、こうごちゃごちゃっとした塊になっているのかなということを、意味が取りづらくはないくらいの比喩を入れたっていう感じで、
これは僕が過去形にしたんですけれども、なんか陰鬱な時にタタタで3連やった方がね、ここ単体で見たらスルッと読める気がしたんで、なるほど、あんまここで足止めさせてこうここの一部をめっちゃ読ませたろって感じにはしなかったですね。うん、さあ回答で揃ったとこで梶本志郎がどう書いたか見ていきましょう。たかしはこの頃生きる熱意をまるで感じなくなっていた。一日一日が彼を引きずっていた。なるほど、引きずるかいい表現だな。川村さんの言ってもらった時割とジャブっぽくシンプルではあるんですが、うん、その表現すごくないですか。確かに一日一日がが擬人法っぽく主語になっているというか、うん、それは思いつかなかった。存在のようにされていて、でそもそも、まあ、梶本次郎自体が肺結核に苦しんで、うん、31歳の若さで亡くなってしまった作家なんですね。この作品自体もそういう病状の中で書かれたもので、ちょっとそういう病の苦しみだったりとかほぼ実体験のように書かれていたりとか、きっとこの日に引きずられていたって感覚もあったんだろうなと思わせるような。なるほど、文豪ってすげえな。文豪は。定期、文豪すげえ。というわけで、次の問題です。宮沢賢治、夜鷹の星からの出題です。夜鷹の星は、宮沢賢治の没年の翌年に発表された短編小説、うん、童話です。次の文章は、主人公である夜鷹が、空の向こうを目指して飛び続けたものの力尽き、目を覚ますと星になっていたという場面での本作最後の一節です、うん、そして夜鷹の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。ほにゃらら一文一文書いてもらいたいと思うんですが、このままだとちょっと難しいと思うので、うん、今回はぜひ皆さんに全文を読んでもらって考えてほしい。おー、ああ薄いよ。なるほど、こちらね短編の小説童話で短い作品ですので、ぜひ読んで考えてみたいなと思います。確かにすぐ読めそう。ということで3人が作品を読んでいる間に視聴者の皆さんにも簡単にあらすじをご紹介。醜い鳥である夜鷹は周りの鳥にいじめられていた。ある夕方、鷹は夜鷹にその名前が気に入らないからと改名するように命じる。夜鷹は断ったものの、鷹はそうしなければ殺すという。その夜、夜鷹は空を飛びながら、虫を食べて命を奪っていることを辛く思い、遠くの空へ向かうことを決意する。夜鷹は太陽に近くへ連れて行ってほしいと頼む。太陽は夜鷹に同情し、今度空を飛んで星にそう頼んでごらんと告げる。その後、夜鷹は星たちに近くへ連れて行ってほしいと頼むも、全く相手にされない。やがて夜鷹はどこまでもまっすぐに空へ登り、最後を迎える。目が覚めると、体は青く美しい光となって燃えていた。これで良くない終わりっていう。これで終われなかったろって思っちゃった。ここにもう一文あるんですよ。もう一文あるんですよ。でそれが評価されている一因でもあるんだろうなという気はするが、うん、というわけで、うん、じゃあ回答の発表、乾さんからお願いします。いつまでもいつまでも燃え続けました。一番最後まで燃え続けました。おお、はい、星にもなんか嫌なやつみたいなのが、うん、やっぱいてっていう中で、まあ、カシオピア座とか天の川とか出てきてないけど、その人たちといい人だったんかなみたいな、結局なんか星になってもとか、光ることがみんなのためになるっていうか、何かいいことみたいな風に思ってるんだろうなって思ってて、光るということに真摯に光っているから最後まで光っててくれたらいいな、星々だったりとかみたいな、時間的にも最後まで、うん、いいな、それ出したかったな、はい、僕もそれでお願いします。なんでそんな今日のイレイさん切れ味がだいぶすごい、いいな、すごい、それめっちゃいいわ、いいよ絶対。では続いてノブさんお願いします。はい、いつまでもいつまでも燃え続けました。夜鷹は生まれました。おお、どちらかというとユートピア寄りなのかなみたいな解釈の方が多分いろいろ考えた結果、まあ、僕は好きだなと思っていて、生きているのにその価値がないというか、そのいろんな、まあ、鳥々からいじめられてみたいなものとして生きているみたいな、まあ、背景と、
まあ、2点目としてヨダカという名前を神様からもらったのだみたいな話で、夜と鷹の借り物だろみたいなイチャモンつけられみたいなものはあったと思うんですけど、名前を全うして生きるみたいな、夜の星としてみたいなことがあるのかなと思っていて、実は星になった後こそヨダカなのだみたいなことなのかなというふうなことを思って、それをどう表現するかすごい悩んだんですけど、まあ、シンプルにヨダカは生まれましたと今回は書いてみました。すごいですね。それでは最後、川村さんお願いします。はい、いつまでもいつまでも思い続けました。それからヨダカの星は昼を思って泣きました。おー、ヨダカの願いって、最初太陽になりたかったけど、うん、もう名前によって結局夜太陽に回されてしまったわけじゃないですか。昼サイドからうまいことをあっち決定された上に、星も嫌なやつだったわけじゃないですか、うん、本当にこれでいいんですか、夜中がなりたかったのは太陽じゃないですか。なるほど。最後にハッピーエンドかって言われたらそうではなくて、うん、それこそ宝だったりとか星だったりとか、いろんなことが解決しないままこうなってるってところもあるからです。宮沢賢治がどう書いていたか、回答を見ていきたいと思います。そして夜中の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。おー、なるほど。なるほどね。これ童話というか小説なので、なんか読んでる途中どっかその遠いところの話のようなところですけれど、はいはいはい、最後フッとこれ入ると今の時世というか時間の中にまた結びつけられる感じがします、うん、すごいこれ。夜中本当にいたんじゃないかっていう気にさせてくるというか、ちょっと夜見たくなるもんな、うん、そこらへん。そう、確かに川村さんの話は聞いた上で聞くとだけど、今でもまだだから囚われていますみたいな、うん、確かに風に今解釈することもできなくはないというか、これがね決してプラスかっていうとまた難しいというか、うん、本日のウェブ制作バトル問題は以上となります。疲れたね疲れたけど、なんかもうまるで本一冊ずつ、一冊は読んでるんですけど三冊読んだかのような満足感。ボブさんどうでした？いやー、 0.5 秒くらいで読んでただろう文章をこう提示されると10分も20分も考えて読んでしまいそうというのが、見方を変えたというか、今回の企画振り返って川村さんに今日の文庫を決めていただきたいと思うんですが、はい、はい、じゃあ、僕の独断と偏見によりまして、今日の文庫は梶井元次郎。おー、そうだよな、梶井元次郎だ。妥当でした。1文目とか最後の文とかにこう気合いの分かるんだけど、なんかさらっと食らったジャブがでけえ。いやー、うん、そう分かるな。今回も文豪の壁を壊せなかったが、いつか超えられるように企画続けていきましょう。今回使いました小説は概要欄からリンクで飛べるようになってますので、皆さんぜひ読んでみてください。はい、そして、ぜひ皆さんの考えたものも我々が読みたいのでコメント欄に書いてください。書いてください。解釈付きでぜひ。そうね、こんだけ考えたからみんながどうなるか知りたい、うん、知りたい、ね、知りたい。チャンネル登録、高評価、SNS などもフォローお願いします。また次回お会いしましょう。バイバーイ。さよなら。